YouTube 大喜利倉本満。どうも、はい、こんばんは。 YouTube 大喜利倉本満と、上田の正幸です。何ちゅう格好してるんだ、ま、もう影響されて昨日の今日で昨日ね、そんな簡単に弟子せんからな。あ、そうだったんですね。これ来たら弟子になれるって聞いたんですけど。そんなんちゃう、そんなんちゃう。昨日あの漫画家のね、はい、長田裕光先生が来ていただいて、あの大喜利の漫画とか書いてる。そうそう、彼には歴史があるし。ああ、そうですか。もうどれだけ大喜利のことを考えて生きてきたかっていうことですよ、はい、浅はかでした、ね、すいませんすいませんでした、はい、いやそうですね、で今日はですね、ちょっとこう見ていただいてね、ちょっとね、あれいい感じですよね。そう、あれなんか違うなって思ってる方多いと思うんですけど。いい感じでしょ、この桜とか。そうなんですよ、うん、ちょっとねスタジオが違う感じなんですけど、実はですね、はい、こちらはですね、はい、あの山のたこ平さんという、はい、旅館の方で貸し切りで使わせていただいて。そうですよね。そうなんですよ。なんかやっぱり、はい、昨今ね、そう、あの割と吸いすぎがちだというので。そうなんですよ。いや、いいですよ、使っていただいて。そう、で広い環境で。そうですよ。こんなことないんで、上ちゃんちょっとすごく噛み倒してるんですけど。そうそう、フロントがあって玄関のすぐそばで。そうなんです。どうぞどうぞやってくださいと。ここが Wi-Fi がいいんでっていうね。そうですよ。ありがたい話です。ありがたい話、本当ありがとうございます。それでですね、はい、このね、今の時期桜が綺麗ということで、桜もこうやってこの飾らせていただいて。そうなんですよ。もう取れたての桜らしいですよ。やっぱね、咲いてたやつを。すごいですよね、はい、ありがとうございます、はい、広くてね、うん、今日お客さんもそうもいないということで、我々こう距離も取れて、はい、そうなんですよ、ちょうどいいですよね。でこちらね、旅館山のたこ平さんのね、はい、こちらパンフレットなんですけども、はい、これ穂高一の老舗の旅館だと。あ、そうやったんや。そうなんですよ、48年の歴史があるんですよ、うん、あらららららはい、ですよ。でこのね、うん、信州のね名物を使った美味しい料理、先ほどね食べましたもんね。そうなんですよ、食事してからの我々です。そうそう、はい、でそんな顔してるでしょ満足した感じの顔してるでしょ、はい、そしてね、天然温泉も。そうですよ、最高ですから。そうなんですよ、はい、ねえ、はい、そう、うん、ゆめちゃんなんかこう、そう、うん、あ、見えました、チラッと。チラッと見えてないんだけども、はい、それ抜いたらおもろなのじゃん。そうなんです、これをね、ほらお前山のたこ平T シャツ完全にこっちの人じゃないですかそうですね、僕は本当は弟子になりたかったんですけど、はい、弟子断られたんで、はい、ここで働きます。そうですね、今日はですね、うん、さらにいつもアシスタントの子がいるじゃないですか。そうそう、アシスタントがいないとこの番組ね、そう、なかなか難しいんで。そうなんですよ、今日もアシスタントの方に来ていただいたんですけど、いつもと違う方ですね。そう、今日はね、はい、長野ですからね、はい、長野の安曇野ですから、はい、もうあの子が今日来てないということで、はい、別の方がね、はい、はい、じゃあこの方です。はい、はい、どうぞどうぞ。あ、どうもどうもどうもまたそんな格好しとんな、こっちも紹介してあげて、はい、あんたもなんかこう何、いや、なんか僕も急に恥ずかしくなってきたんですけど、揃った感じになって、はい、はい、ちゃんでございます。どうも、はい、ね、はい、入ってますかね。あ、はい、はい、シンガーソングライターのね、ちゃんでございます。どうも、はい、よろしくお願いいたします。今ね、絶賛面白い歌作成中なんで。そうなんですよ、楽しみですよ、気合い入れてるんで、ね、はい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 、すごいウロウロしますね、どうしたんですか。ウロウロしてるんですよ、ウロウロ、深くが分かってないんで、すいません。距離感を保ちながらウロウロしてください。そうそうそう、はい、よろしくお願いいたします。ちょっとね、ね、はい、まあそういうことでね、なんか用事あったら呼ぶし、なんか答えがね、面白い答え言えそうなんで来てください。そうそうそう、はい、わかりました、はい、ちょっと待ってください、はい、小沢のマリナさんがね、寂しいって言って、私も来たいっていうことを言ってますけど、はい、待ってるよ、今からでも。来れるか。この番組はプロアマ事務所問わず、出されたお題の回答の中から倉本満が一番を決める内容になっています。今日のお題ね、うん、上ちゃんが。そうなんですよ、上ちゃんのお題ね。はい、上ちゃん考えさせていただきました、はい、読んであげなさい、はい、はい、食べるイコールタピオカを飲みに行くみたいな流行語を教えてください。そうですね、食べるっていうのはタピオカを飲みに行くっていう、そうです、この略した言葉でしょ。そうです、タピオカみたいな、タピルとかね、そういう言葉なんですけど、じゃなくて、何とかっていう言葉がこういうことだよっていうことで、そうです、そうです、新しい言葉で言ってもらっていいですね。ちょっとこれ、もう若い子もバンバンね、答えてほしいかなって思うんですけど、なんかね、このタピルに変わるやつを、はい、お願いします。そうですね、はい、KKK さんもね、チャンさんも回答するのっていうね、もうね、すでにね、フリップ持ってね、待ち構えてるんですよ、答える気満々でございます。はい、だからまあ、そう、
新しい動詞を作ったらいいんですよね。そうですね、動詞を作って、それどういう意味っていうね、はい、形でやってもらって、まあ、やりやすいと思うんですよ。そうですよ、はい、あの皆さん遠慮せんと。そう、なんとなく動詞作って、うん、作ってから 何のことなのかなって作ってから考えてもいいんですよね。そうですね、はい、攻略法でございます、はいはい、それであの山のタコ兵さんではですね、うん、あの入り口入るとあの道祖神という神様がいるんですよ、うん、この道しるべの神様なんですけど、はいはい、こちらにあるのがね道祖神っていうね神様なんですけど、はい、もしかしたら面白い答えを導いてくれるかもしれないですね。うまい、ね、今日はね、あ、うまい、ああこれキープ、うん、あの、はい、じゃあ行きましょうもうね、毎日ヨーグルトさんね、はい、あの早いんですけども、おもう他の人が答え出しにくいような答えをすぐ出すんですね。お、なんでしょう。タピル、タピオカを捨てるそれさっき言うかみたいな。あ、なるほど、ね、ちょっと待ってから言うてもこれ大丈夫で焦らない、ね、順番もあるんですけどただこれ結構な勢いで来るん で、ね、読まれるのも運なんでね、はいはい、懲りずに、うん、はい、茂る、茂岡と飲みに行く、誰で茂岡でもいいよ、いいと思う、それね、うん、はい、はい、キープですねお、いいですよ、両方ともキープですね。タピル、タピオカを捨てるキープ、うん、茂る、茂岡と飲みに行くキープ、お、キープ、はい、いっぱい出てますよ、はい、はい、どうでもいい、あ、来たね、聞こえた、シンガーソングライターからね、クリエイターやから、そうですよ、ね、なんかすごいのね、はい、こっち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 、はい、はいはい、言うときは真ん中来てみて、はい、うん、はい、どうぞ、はい、はい、どんなんですか。バリウバル、うん、バリウバルってどう、いや私博多の人なんで、ああ、チカッパとかバリとかとってもって言うんですよ。ウバルは、うん、ウーバーイーツ、え、そう、ウーバーイーツ、バリウバル、とってもウーバーイーツ、なるほど、めちゃくちゃウーバーイーツをめちゃめちゃ読むって言うんですよ。そうそう、バリウバル、バリウバル、バリウバルみたいな、はいはい、ウーバーイーツをめちゃめちゃ利用するっていうことね。そうです、バリウバル、いいじゃないですか、いいですか、あなたできますね、はい、言ってください。面白いですね、この番組見てる方分かると思うんですけど、マリナさんすぐ逃げるじゃないですか。そうそうそう、あのチャンはめちゃくちゃ説明して帰るんですね。だから、まあ、自信あるんでしょうね、まあ、答えも悪くないじゃないですか。そう、いいと思います、はいはいはい、バリウバル、ね、うん、ね、うん、いいですね、まあ、ウーバーイーツ今時のね、うん、うん、確かになんか新流行語っぽいですよ。いいですね、今時のことですから。ありがとうございます、ね、うん、ね、あ、植える、植えちゃん TV を見る、上ちゃんの YouTube、 よいしょしたってあかんね、いや、キープ、いやいやいや、ダメだ、キープしたかったな。ジャキルっていう答えがね、ジャッキーチェン映画を見る、ジャキル、あ、ね、ジャキってるんでしょ、そう、ジャキったでしょ、ジャキっちゃう、ジャキっちゃう、あ、ええんちゃう、ね、ジャキル、ジャキル、キープ、キープ、はい、ジャッキー映画を見る、はい、ジャキーちゃん好きですね、はいはい、はい、お、コホリ来たよ、お、ありがとう、もう、もう解禁賞じゃないですか、小堀さん、うん、ね、難しいね、ホテル、うん、泊まるっていうことらしいですね、はい、シンプルやな、ね、これ小堀さんですね、あ、そうか、はい、小堀さんです、はいはいはい、はいはい、はい、ね、スタッフ受けに行ってていいですね、レッドブル、うんうん、翼を授けるまあ悪くないけど、ね、レッドブルってなってますからね、うん、これ言葉までちゃんとやる、いいじゃないですか、ね、テリヤキ君これキープ、キープ、キープでね、はいはい、レッドブル、うん、翼を授けるですね、うだいが今る、はい、今を生きる、なんか重たいな君のこと、本当っすねこれうだいさんっぽいです、うだいっぽいね、悩み大きい芸人やからね、もうここ日本一悩み大きい芸人と言ってもいいでしょここ最近倉本さんの口からもうだいっぽいねってめちゃくちゃ聞くんですけどね、いや面白いですよ本当に、はい、本当に彼の舞台本当に面白いんで、はい、うん、ヤギル、ヤギ座をバカにするっていうわけですね、なんでヤギ座をバカにするんでしょうか、はい、ミスチュー、うん、語尾に力を込めまくるいいじゃないですか、まあね、ミスチュー、はい、ちょっと残しましょうか、そうですね、はい、キープにしましょうかはい、はい、皆さん面白いなっていうコメントが、マリナさんから来てます、あ、そうですか、はい、ありがとうございます、マリナに褒められても喜べないですよ変なとこ褒めますか、ね、ハードル下げに来てくれてますから、はい、ありがたい限りでございます、はいはい、ね、ラディルレロさんのヤギユ好きですよ、うん、ヤギ座をバカにする、あ、それさっき僕言ったんですよ、あ、言いましたか、いいですか、キープで、あ、それキープじゃないですか、キープ、はい、いや、なんでヤギ座なのかなと思って、そうそうそう、その辺のね、うん、偏り方が面白いじゃないですか、うん、勉強になります、次がすげえと面白いですって白隊員からもらってますね、 ありがとうございます、次から、うん、あ、はい、嬉しいわそういう感想ね、うんうん、
はいはいはい、じゃあ大体いいですかね、時間的に。そうかそうか、はい、これぐらいしかキープせんかったか。そうですね、6つですね。なるほどね、はい、どうでしょう。なるほどね、はい、うん、ミスチルぐらいいきましょうか。あ、わかりました。ミスチってるよ、君の喋り方みたいな。え、そんな語尾に力入ってないんですよね。そうそうそう、わかりました、はい、ちょっと早くして。あ、そうですね、はい、いいですね。ちゃんは料理食べたでしょ。美味しかったよね。美味しかったね。あれ信州の名物ですよ。そばがね。そば。またね、聞いて。なんかこの山野孝平さんのね、このパンフレットを見るとね、そば打ち体験小屋っていうのもあるんですよ。これ打ちたい。ねえ、これ打てるんですか普段は。打てるんですかこれ。あ、打てるそうですよ。急に喋りかけられたからびっくりして、すいません、ね、申し訳ないです。打てるそうですよ、おそばを体験できるそうなんですけども。ご飯も美味しいですし、とにかく温泉が気持ちいいですよね。はい、そう。じゃあこれにしましょうかね。はい、はいはい、続いては、はい、続いてのお題いきましょう。はい、はい、本屋に現れるいたずら好きの妖怪、うん、その妖怪がするいたずらは。あ、いいですね。どんないたずらなのか教えてください。本屋にね、妖怪が現れたらどんなね、いたずらをするんでしょうか。本屋妖怪やからね。そうですね、うん、はい、本屋専門の妖怪、うん、ね、うん、なんていう名前なんでしょうね。本屋以外は出ないですもんね。そうそうそう、うん、本屋にいる妖怪のね、うん、するいたずらね。そうですよ、名前も考えてもらったらいいですよ。あ、ね、いいですね。そうそうそう、そう、なんかやることによってね、うん、やっぱりその名前決まるじゃないですか。あ、あずき洗いとか。あ、そうですよ ね、 ね、枕返しとかね、枕返しとかね、なんかね、やることがそのまんま妖怪の名前になりますから。そう、本屋、そのことを本屋の中でどんなことがあるのかっていうことを考えたら、いいです、ね、考えやすいんじゃないでしょうかね、はい。お、うん、信州行きたいっていう声がね、上がってます、はい、上っ子でタコ兵貸し切ろう、ぜひ貸し切ってください、はい、ね、小野松さんいいですね、うん、しおりで本を亀甲縛りいいねキープ。すごいですね、どうやってやるんだろう、見たいな、うん、いや、妖怪からね、かなりの、ね、テクニックありますよ。なるほど、はい、あ、男女の手と手を触れ合わせて2人を幸せにするっていう、ちょっとロマンチック、まあ、同じ本をボードするっていうね、そう、あるあるですけど、ね、はい、それあり妖怪の、あ、はい、何でしょう、はいはいはい、15ページ目、抜き歯お、ちょっとあ、ちょっと説明しといて、はい、この15ページ目だけどの本も抜かれてるあ、そのページのそう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 、15ページ目だけ抜かれてるえ、それのおばあさんですか。そう、おばあさんババおばあさんの妖怪そう、15ページこっそり来て15ページ目だけ抜くめちゃくちゃ面白いじゃないですか抜き場 ね、 ね、どうですか、キープ、あまりいいんじゃないですか。やったキープだっしゃすげえそうすごいですね。15ページ目だけなんですね。15ページ目が好物なんでしょう ね、 ね、まあ、いろんな本の15ページ目ってなかなかの、うん、あの、そこ抜かれたらちょっと困るなっていう、そのページ数やと思いますよ、うん、ああ、ちょうどね、ちょうどなんか振りの大事なところ。そうですね、イメージとかね、なんとか分かるんですけど、うん、15ページ目は一番嫌かもね、うんうん、いいですよ。なんかざっくりした答えやな、川野くん、はい、鼻くそみたいなやつをつけるって鼻くそはないねんね、そうですね、妖怪やからね、みたいなやつですね。そうですね、そうね、キープ、鼻くそみたいなやつつける、キープ、赤川二郎だけ隠すっていうのがありますね何なんでしょうか、はい、隠さなくてもいいのに ね、 ね、はい、あ、逆に村上春樹の本を増やすっていうのもありますね妖怪の仕業かなそれ、ねこれ2つ並べてみると面白いですね。赤川二郎だけ隠して村上春樹の方を増やす、うんうん、Tポイントを吸収するっていうね、うわっ妖怪っぽいね。上ちゃん高くついたの、上ちゃん結構貯めてるんですね。これはムカつきますね。キープね、キープキープ、超ショックっすわ、はい、他でも使えるんですよ、本屋以外でも、はい、吸い取るからね。いや最悪じゃないですか、うん、その本読んだわーと言ってくる、あ、ここでね、はいはい、いいですね、うん、ええんちゃうこれね、キープやね。いや、うるさいですよね、後ろからその本読んだわーみたいな、うん、だから何振り向いたらおらへんからすねろ。あ、そうですよ、妖怪っぽいやんか。はい、めくるたんびに1枚2枚とカウントされるうるさいですね。はいはいはい、1枚、はい、いいじゃないですか、それキープですね。お、HH 翔さん、キープですね、キープでございます、うんうん、タレント本をコウモリのように飛ばすっていうのもありますねなんでタレントの本限定なんですかこれ
コウモリのように飛ばすって仕方やね、飛んでんですよね。あ、そうかそうか、あの感じか、こう待ってんでしょ。あ、そこまでいっかね。あ、それはそう考えたら面白いね。そうですね、聞きながら、ね、飛んでんのはタレントボンですから。そうやな、はい、分かりやすいですよね。これキープですか、うん、キープ。あ、うだいさんですよ。青な答えやから、キープ。うだいさん、タレントボン、うだいさんですか今の。はい、タレントボンをコウモリのように飛ばす。タレントボンに恨みやるんでしょう。うだいさんっぽくなりましたね。そうですね、一気に十分届くのに肩車してくるの。何やねんそれ。こう取りやすいようにやってくれるんですけど、いいね、十分届くのにね。あらえやんかそいつね。うん、それキープ。はい、ラリルレロさん、うん、あ、ラリルレロさん、十分届くのに肩車してくる。そうそう、キープ。はい、来た人ほとんど肩車しようとするけどな。そうです、うっとしな、それ一番下なのに平積みのやつまでしてるな、してくるよな、うん、いやいや平積みっつって、うん、そうやな。じゃあそろそろ行きましょうか、はいはいはい、はい、じゃあキープ、結構出たんじゃないですか今回。そうですね、はい、はい、じゃあ選びましょう。お願いいたします。うん、うんうん、はい、はい、いいですけどね、これ3つありますよ。いいですよ、いいですよ、3つありますからね。ほんまアホやなと思った答えは、はい、タレントもコウモリで飛ばす。あ、これですか、ベストアンサー。それでいいかな。わかりました。うだいさん、はい、初めてのベストアンサー。そうですね、はい、タレントもコウモリのように飛ばす、はい、いや、うだいさんおめでとうございます。はい、はい、カモメが飛んだって褒められてますけどもね。うまいね、はい、カモメ取りからね。ねえ、うまいね。これお題がね出てたらねキープだったんですけど、うん、嬉しかった、嬉しかった、自分の、ね、そういう言葉ね、カモメが飛んだ、ね、言われてますよ、川野さんに、はい、じゃあ次のお題いきますね。はい、はい、お願いします。はい、タコの大統領選、うん、勝利したタコの決め手となったのは。うわー、ね、良さありますからね、タコ。そうでしょ、ね、いろんなとこありますよ、うん、決め手ですから。そうそう、ね、タコの大統領選行われたんですよ。そうですよ、ね、うん、うん、なんとかどうとなんとかどうが、はいはい、戦って、そうですよ、ね、最終的に勝ったんですよ。そうですよ、そのタコ、その勝った方のタコの、うん、ね、何をやったのか、なんかスローガンなのか何なのか分かりませんけど、ね、ね、うん、こっちに投票しようと思われたわけです。いろんなタコに、タコたちに。そうですね、はい、もう信じれると思ったわけですよね。そうです、このタコ信じれる、委ねれると。そうですね、もう任せれる。そう、茹でるみたいなこと言うんだけど、茹でられるみたいなこと言う。最悪じゃないですか、もう終わりじゃないですか、最後こうなって終わり。答えの一つよね。そうですね、茹でられる、いや、委ねれると、思ったみたいな。まあいいですね、答えの一個ですよね。そういうかけ方もありますから。そうそう、はい、タコから連想して答え導くっていうのもあるよ。そうですね、はい、ワールドカップの優勝国が出た。まあそんなことね。あ、何でしたっけあれね。それが人間が投票するやろ。パウロ君みたいななんかね、いましたよね、うんうん、予想してる、うんうん、うわ、ちょっと懐かしいからキープしようか。あ、いいですね、わかりました。じゃあ今のタコがそれを投票するかねって話したけどね、うん、いいですね、うん、はい、お、早いな、うん、うん、どうなんだろう、はい、9番全部を国民に給付。お、9で9で かけたるからね。そうですね、お前、お前9番全部を国民に給付。お、オッケー、キープキープ、オッケー。でも9番欲しがってたもんな、国民な。すごいっすね。でも給付と9番をかけてるからいいよね。うん、あ、鉢巻きの柄が良かったみたいね。あー、ね、なんかそういうあの柄ええわみたいな、そういうちょっとしたことだったのかもしれないですよね、うん。でも鉢巻きしてないけどな、ほんまね。そうだ、何の絵なんでしょう。何の上りで見たんでしょうね、うん、それね。鉢巻きの柄がちょっとね、指示されたっていうのは、うん、悪くないですよ。そうですね、じゃあ鉢巻きの柄、キープ。はい。ね。ね。うん。ね。うん。包容力っていうのもありますね。ああ、いいね。いいですね。キープ。ね。包容力。はい。ね、他のタコよりも包容力があったんでしょう。うん、骨があるっていうのもありますね。あ、うまい。うまいですね、これ。うまい ねこれはいいですね。猫キャットさん、骨がある、骨がある、キープ。あいつ骨があるよねつって、うん、キープね、うん、あ、これ、ね、これ好きですね。たこ焼き屋を廃止、お、タコを救ってる感じ。そう ね、 ね、これいいんじゃないですか。じゃあ上ちゃんキープで、はい、ババさんキープでございます、うん、前の大統領よりもオクトパスイ。なんかええな、はい、ええんちゃうそれ。いいですか、オクトパシー、オクトパスイ。前の大統領よりもオクトパシーやろ、はい、いいですか、オクトパシーやろ、キープでいいですか、いい、キープキープキープ。これ漫画家の長田さんです。あ、はい、いいですね、オクトパシーはいいね、オクトパスイですね、うん、多分奥ゆかしい感じなんやろ。そうです、そうです、そうです、ね、多少オクトパスイ、オクトパシーね、
他が全員共食いした残っただけかいっていう話ですね、うん、なるほどね、それ生き残ってってことですね。それもいいんじゃないですか、キープですね。あ、じゃあ他が全員共食いしたこれ福谷圭介さんですかね。はい、はいはい、全タコ民が苦しんでいた壺を勝ち割った全タコ民タコ民それはいいな、その子たち好き、はい、全タコ民が苦しんでいた壺を割った勝ち割ったやろ、はい、あ、それはなんかもうマジでマジの当選理由ちゃうか、それ、ね、うん、それはやっぱりね、やってほしかったわ。そうですよ、タコ民が苦しんでですから、うん、全タコ民ですよ。だから壺はな、やっぱりな壺に誘われて入ってしまうからな。いいです、それ偉い目に遭うから、はい、うん、それはいいよ。キープでいいですか。キープです、大キープですよ。じゃあ木口翔太郎さん、うん、全タコ民が苦しんでいた壺を勝ち割った。いいですね、はい、うん、ただただでかいっていうのもありますねはい、はい、いいですね、シンプルでいいです ね、うん、これキープですか。いえいえ、ダメですよ。ダメです、ね、はい、もうちょい頑張りましょうね、はい、行きましょう。あの読まれるタイミングうんって言いましたけど、はい、この出すタイミングも結構大事じゃないですか。そう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 、ただただでかいもこのタイミングだからもうめちゃくちゃ面白いですもんね。そうだね、あ、うん、あ、それキープしたいんだよな。キープしたいですね。じゃあ上ちゃんキープで、ただただでかい、悪くないよもちろん、ね、うん、じゃあただただでかいキープでお願いします。そうですね、うん、はい、そうですね、他国民にも手を差し伸ばした他国の他国民の他国民うまいね。うまいっすね、うん、これ他国民にも手を差し伸ばした。うまい、うまい、うまい。いいですか。そうそう、いいよいいよいいよ、はい、そう、懐深い感じするもん。そうですね、うん、これ英語の語訓ですね。 おめでとうございます、ね、うまい、うまいですね、うん、あいつだけが踊れたいいねいいね、キープみんな踊れろよ、みんな踊れとけよあ、ダメだこれ、ハマった。いいよね、てかそれは踊れたって言えるのはあいつぐらいやったよな、多分な。あいつだけが踊れた。いいよ、福谷さん、うん、あいつだけが踊れた、めっちゃ面白いですね。うまいうまい、このお題やっぱおもろいね。ねえ、うん、言い方そうそう、面白いな、ほんま。スーツが似合うっていう、あ、これ上限やからね、やっぱね、そうですね、スーツ似合うことが大統領の条件ですよ、タコ民に響くにはね。そう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 、スーツがピシッとしてないと、はい、キープ、スーツが似合う、キープですねほら、もうみんな踊るの面白いってみんな盛り上がってなるわかな。そりゃそうですよね、ちょっと涙出ました。言い方がおもろいやんそうですあいつだけが踊れた。そうそうそう、まあ、あいつとかもそっから入ってくるからね。そうそうなんですよ、ね、タコのあいつって言うし、も大統領のことあいつ呼ばやからな。そうですよ。あ、でも面白かったな。いや、面白い な、 いな。ちょっとじゃあもっとな、ダラダラやっててもおもろいよね。うん、うわ、ね、面白いな、うん、あ、ちょっとね、締め切りなしということで、はい、お題を締め切らせていただきますけども、はい、ね、すごいキープの数じゃないですか。やったんじゃないですかね。うん、はい、いいね、はい、この中からですよ、はい、4つありますよ、倉本さん。マリナが答えてるの。え、なんて答えてるの。マリナがなんて答えてます。マリナさんの、マリナさんの答えね、うん、いつもね、レギュラーでアシスタントしてくれてる、お辞儀が一番低いってことですね。お、どうしましょう。どうしましょうって読めばいいってことだと思う読めばいいだけだ、それは。読んでくださいだから読みました。でも多分言われるまま、いや、違う、見てる人多分みんな僕と同じですよ。どうしましょうこれはどうしましょうどうしましょうのままで。あ、わかりました、はい、どうしましょうのまま、はいはい、どうしましょうキープで、はい、そうですね、はい、いや、さっきのやつですわ。もう何ですか。あいつだけが踊れた。あー、もうこれはちょっとね、はい、あいつだけが踊れた、はい、この答えのベストアンサーでございます。はい、はいはい、おめでとうございます、はい、今日何問やりました。3問、4問ぐらいだったじゃん、4問ぐらい、はい、ね、はい、あ、3問ですね。何問ですか。はい、ミスチル、はい、タピルに変わる言葉ですね、はい、ミスチル、語尾に力を込めまくる、はいはい、ね、で、あと今夜の妖怪はタレント棒をコウモリのように飛ばす、はいはい、そしてタコの大統領、はい、あいつだけが踊れた、はい、これでしょ、はい、これもしょうがないですね、これはもう。今日のトップバイトは、はい、これ優勝ということで、これ優勝でございます、はい、おめでとうございます。素晴ら
らしい、はい、素晴らしいです。いいですね、はい、なんかいいですね、このタコ兵さんでタコのお題ができてね、 しかも踊れたっていう ね、はい、いや、よかったと思います、はい、この答えはタコ兵さんに飾ってもらいますから、おずっといいんですかうんうん言ってますよ本当ですか、ね、すごいことですよこれ皆さん、うん、お題の答えがね、この旅館に飾られてる、そうですちょっと待ってください、それ一番面白くないですかそうですよ、ね、そうです、あとね、僕ちゃんと筆で書きますから、はい、ちょっとその臨機応変感めっちゃ面白いですけど、いいを飾って、ね、ということで、はい、じゃあ音声入りいきましょうか、行きましょう、時間ですか、はい、それでは、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。